さあちゃん、お久しぶりです。お久しぶりです。今日はですね、久しぶりにね、名古屋空港、県営名古屋空港来ました。小牧基地ですね。はい、はい、でですね、今日はもうすんごいちっかい岐阜基地まで行って、はい、岐阜基地一回立ち上昇して、はい、で着陸、岐阜までのフェリーフライトやっていきたいと思います。です。さんちゃん、ちょっと岐阜イニシャルまでガチフォーメーションでいっちゃってください。わかりました、お願いします。はい、じゃあ行きますね。はい、はい、じゃあテイクオフしますよ。テイクオフ。お、すげえな、めっちゃ腕上げてるやん。ノーズアップ。まもなくリフトオフ。ギアップ、フラップ、このままでいくね。はい、じゃあパワーちょっと引いて。うわ、めっちゃうまいね。1500フィートでいくね。おお、この上がってみると名古屋の雰囲気だね。似てますよね。似てるね。ちょっとライトダウンするよ、イニシャル行くんでね。MB339 よりもフレームが邪魔っすね。ああ、そう、フレームがこうちょうど重なる。ああ、なるほどね。ああ、今ずっと重なってるわ。ちょっと後ろ入っていいですか。うん、どうぞ。もう自由自在じゃん。60% ぐらいでいくね、こっち。わかりました。いやー、岐阜懐かしいなー。ね、うん、岐阜はちょうどダウンウィンドがあの川の上だからね。はいはいはい、はい、わかりやすいんだよね。はい、で、山回り込んで。そうそう、山回り込んでね。はい、この、今、左の山ね。はい、もう着くよ、あっちゅうまだよ。あっちゅうまっすね。それにしてもめちゃくちゃ腕上げてない。すごいな。いや、アップデートのおかげですね、これね。あー、確かにね、ちょっとパワーが弱くなった感じがするもんね。はい、今からレフトターンしてイニシャル入っていく。うお、うまうまうま、さすがや。これ、もうフォーメーションランディングいけますね。いける？はい。いやー、でも、ちょっと次に取っとこうかね。はい、取ってきますか。うん。じゃあ、イニシャル入っていくよ。はい。ちょっとトレール入りますね。おーい。スリーセックピッチで。はい、オッケー。岐阜だ。オッケー、岐阜っすね。うん、おるおる、すごいすごい。この速度帯はすごい、リアルに近づいたね。近づきましたね。お、いや、めっちゃ近いやそれ。うん、近づいた、本当にレスポンスとかが本当に似てきた、パワー。うん、右行けって言ったんですね。違う、今ちょうど軸合わせたんだけど。ごめん。じゃあ、ピッチャーすんね。はーい。ワン、ツー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 。これで川の上がダウンウィンドやからね。はい、に入ってくね。これ上からの景色一緒っすね。一緒やね。はい、でギアダウン。はい、
で、ターニングレース。これタッチアンドゴーするね。はい。で、スピードブレイクローズ。ギアラップ。じゃあ、ショートクローズ入りまーす。次フルストップですか？はい、次フルストップでーす。サンちゃん来た。スピードブレーキオープン。サンちゃんがタッチャンの越しに行きます。アンダーシュートしてしまった。かっこ悪い。ギアダウン。やった。リターニングベース。ノーフラップでストレストップしますね。おぉ、やっちゃうね、そういうこと。どん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 俺ノーマルフラップやからダサいじゃん。そういうのはないっすね。それはない。はい、やっぱりそういうところでかっこよくいっちゃうからね、サンちゃんは。ノープラップの、ね、聞いたことないですよ、そんな。OK、ブレーキ。じゃあ先、ボップス行っとくね。了解。サンちゃん、車で早く出な。出な。あかん。あかん。サンちゃん、来る。うわ、全く基地ない。民家や。民家。マジっすか。うん、ノー基地や。マジか。うん、やっぱそうなんだね。自衛隊の基地系はやっぱこうなんだね、敵がね。あ、米軍は結構できてんのにね。そうっすね。あ、ジョーちゃん、あっけ。え、家やん。やろ。え、それ誰の家？これね、のび太の家。そうでしょ。これ誰の家これ。うどん屋さんっぽいんやけど。見た目うどんさ、うどん屋さんや。まあまあええ感じのうどん屋さん。はい、これ間違いなくあれですね。うん、うどん屋さんで間違いないですよ。まあまあええ感じ。まあまあええ感じのうどん屋さん。あ、消えた。これはやばいやろ。
こんなんあったっけ岐阜基地に。そうでしょ。岐阜基地にこれあったかな。もう記憶にないんだよね。僕もしかしたら今できてるかもしれないですね。あ、そういうことか。はい。あ、失礼しました。はい。我々のね、知識不足ですな。そうですね。あ、ごめんなさい。このきしめん屋さん。勝手にうどん屋からきしめん屋さんに変えたやん。どういう都合で変えた。はい。うん。まあそうやね。はい、名古屋といえばね、きしめんやから。そうですね。はい。うん、ということでまた。